こんにちは洋画講師の高ですいや僕ねついこの間衝撃的な体験をしたんですよ。これ本当の話ですよ。もう本気真面目な話です。宇宙の高次元の存在がなんと僕の中に入ってきたんですよ。いやこれ本当なんですよ。これ真面目な話。そしてこのことはね僕だけじゃなくてきっと今後同じような体験をする人が増えると思いますのでもうぜひこの動画最後までご覧ください。いいや僕ねつい先日宇宙の 高次元の生命体とチャネリングでできる人に会ったんですよいや僕ねこう見えてもね何でもかんでもね信じてるわけじゃないんですよ何でもかんでもうのみにするわけじゃないんですよ特にやっぱり僕ねチャネリングとかねプレアデス人がとか宇宙人がっていうのを一番なんかねあんまりこう信用できてないうさんくさいなと思ったわけですよだってね一ったもが勝ちの世界ですからねなぜじゃあ僕がねそのチャネリングできる人と会うことになったのかきっかけは妻です。 うちの神さんは、僕と違ってね、僕と結婚する前からそういうその、チャネルリングの情報プレアデス人がとかアークトゥルス人がとかアセンションがとかそういうのをめちゃめちゃ好きでもう相当いっぱい本も読んでるしいろんなセミナーとかワークショップもねいろいろこう受講したりもしていたんですよ。で昔ですよある時僕がね僕がそのヨガのことをね一生懸命熱く語った時があったんですよ。チャクラががね、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 とととか、ね、クンダリニが覚醒すると、ね、みたたいなことを、ね、熱く語ってたら、神さんが いやだけどそれってね良かってね所詮地球の話だよねプレアデスの人から見たらねとかってね始まったわけですよ。でなんかカチンときちゃって「なんだよプレアデス人って」って連れてこいよと思ってさ <laughs> なのでそれでねもう大喧嘩したこともあって僕はどうもやっぱりね そのチャネリングの情報っていうのがいったものがちだし、検証ができないので、なんかね、ちょっと受け入れることできないなと思って。いや、ヨガも怪しいですよ。ヨガもプレアデス人の情報もどっちも怪しい。怪しいです。ただ、ヨガの場合は、僕の場合はね、僕のまあ、亡くなってしまった瞑想の師匠が、本当にね、もう奇跡的なことを行ってるのを僕は目の当たりにしてるし、そしてヨガの場合は、古代のね、いくつもの文献が、これ、歴史的な文献、 ちゃんと歴史的な検証もすることができるんですよ。だけどね、プレアデス人がとかさ、宇宙人がとかいう情報はね、情報源何かって言ったらもうチャネリングなんですよ。チャネリングだから確かめようないんですよね。その人が本当に嘘ついてることもこれ確かめはないので、なのでね、僕はね、若干ちょっと引いた感じ、あんまり受け入れることができないな、うさんくさいなって正直思っていました。 いやそれにしてもうちの夫婦の会話ってこれ相当やばいですよねきっと友達になりたくないタイプですよね気をつけてくださいねいやそれでねついこの間僕がね晩ご飯を作ってかみさんを待ってたわけなんですよじゃあなかなか帰ってこなくてそしたら LINE が来て「今日ちょっと遅くなるから」って LINE が入ったんですよああてっきり残業だと思って仕事頑張ってねお疲れ様って返事したで全然帰ってこなんですよでずいぶん遅くなって帰ってきたら帰ってきて「いや残業お疲れ様でしったら。 いや実はね今日ねあるセッションを受けてきたのよっつうんですよいやこっちはもう残業だと思ってね待ってたのにねセッション内緒でセッションを受けて何何セッションって言ってたらねいやその人はもういろんなこの宇宙語が話せてそして宇宙語が書ける人だったのよってあ出た宇宙語と思ってわー出たうさんくさいなと思ってで見せてくれたんですよねこの紙をこういうの書いてくれたのよこれちょっと見てください いや僕はねこの宇宙語宇宙文字って言うんですかこれ見た瞬間にああこれは本当かもなって思ってしまったんですねいやこの宇宙文字見てくださいよこれ何かこう美しいじゃないですかなんか神聖じゃないですか神さんに何これ目の前でこれスラスラって書いたのっ,てったいやそうだって言うんですよへえなんていうの思ってねでこのメッセージはね神さんのハイヤーセルフが 冥王星の高次元の存在ニフィールっていう人らしいんですよね。でこの意味紹介しますね。人の知る欲望は無気力を生み出す。人の営みの中での経験を通した知るは喜びを生み出す。ちょっと一段飛ばしてちょっとおバカな人たちの方が営みの中で知る尊さを喜びに変える力を発揮する。 うちのかみさんこのハイヤーセルフからのメッセージの意味を知ってハッとなったんだそうですよ。うちのかみさん学生の頃からスピリチュアルなことを学ぶのが大好きでもう本なんかもねいっぱい読んでるしセミナーだとかワークショップだとか勉強会もねいっぱい参加してるんですよ。いろんなね資格も持っているんですよ。ところがねうちのかみさん曰くそういうそのスピリチュアルな知識をね 学べば学ぶほど自分の人生で起きている現実の出来事仕事のこととかもそうですけどもう随分と自分が学んでいることと随分自分の現実の世界はもう違いすぎると虚なしさを感じたり自分の無力さを感じたり時には無気力になっている学べば学ぶほど何か無気力になっているということに気づいたんだそうですよ。すごいハイヤセルフのね メッセージだったんです本当にもうダイレクトに彼女の心に響いたわけなんです。でそのチャネリングしてくれた方がこんんな話をしてくれたんだそうです例えばインドのね硬い中の小さなレストランで少女が働いているんですと。でその少女は毎日毎日ただ水を汲んでお客さんに出すだけの仕事です。毎日毎日日それだけの 人生なんですで、僕たちからしてみると彼女はとてもかわいそうだなっていう風に思いますよねだけどそれは僕たちの勝手な価値観で彼女自身は全く自分のことかわいそうだと思っていないんです彼女自身は毎日毎日いろんな人のために必要としている人のために水を汲んで渡してあげるそれが嬉しいんですそれが彼女の喜びなんですで、うちの神さんにいやもちろんね いいろんななこことととを学ぶのも大切なことだと思いますでもそれ以上に現実の世界で体験すること現実の世界を味わうことそのことの方が本当の知るということじゃないんでしょうかね。で神様はその話を聞いて、はああなるほどなというふうに思ったらしいんですよ。で僕はその話を聞いてね これはなかななかか深いなと思ったわけですよちょっと僕もお話しさせてもらいたいなとセッションを受けてみたいなというふうに思ったんですね。で何よりもね本当にそに宇宙語っていうのを聞いてみたいなっていうのとその宇宙文字あれだけ美しい宇宙文字を目の前でそらそらそろそろ書くところを見てみたいなと思ってしまったんです。でこの方は 紹介してもらわないと会うことができないセッションなので僕はうちのかみさんに紹介してもらうことによって数日後この方にお会いすることができてセッションを受けさせてもらいましたで目の前で実際にこれ本当にね美しい宇宙語を語ってもらいそして目の前ですらそろそろらそろらそろら僕の場合こんな感じでした。いやどうですか 神さんの場合とまた全然違うパターンですよね。いやこれ目の前でそうそうそう書いてくれたんですよ。でこれどういう意味なんですかって聞いたら「光の扉を叩くものへ」って意味ですよって教えてくれて「えー、っ?」て「光の扉叩くものって僕のことですか?」かっこよくないですか?」言ったらいやいや違うんですって言われてね「いやこの光の扉を叩くものへ」っていうのは挨拶なんですって言うんですよ。 このセッションしてくれた人、チャネリングしてくれた人は秋広さんって言うんですよで、秋広さんのハイヤーセルフが僕のハイヤーセルフにまず挨拶しなきゃダメなんだそうですそれが光の扉を叩くものへっていう言葉なんだそうですよいや多分ね、これ例えば人間の世界だとアメリカ人相手がアメリカ人だったらハローって挨拶するじゃないですかで、相手がインド人だったらナマステって挨拶するじゃないですかで、僕の ハイヤーセルフには光の扉を叩く者へっていうのが挨拶になってるらしくそれに僕のハイヤーセルフが答えてくれたらセッションしていいよっていう合図なんだそうですよ。いやこのハイヤーセルフの間でねそんなルールがあるんだなと思ってこれ面白くないですかで僕のハイヤーセルフからの許可が下りたらしく答えてくれたらしくこんなメッセージが降りてきました。でまたこれね 今までとはまた全然違うパターンの文字が書かれたじゃないですかこれはねアンドロメダ文字らしいですよで僕のハイヤーセルフはアンドロメダの女性でアーリエスっていいう名前の方らしいんですでこのメッセージの意味は1段目のところが「祈りの人聖なる領域」って書いてあるらしいですで2段目3段目これアンドロメダ語で「アーシェタリトレアーゼ」って書いてるらしいんですよこれは 僕のこののこ地球上での使命なんだそうですその意味は愛の周波数でみんなのエネルギーフィールドを融合する。で僕のハイヤーセルフであるアーリエスはアンドロメダで祈りの人でありアンドロメダの聖なる領域を守っている人の一人なんだそうです。でそれに対して僕自身はこのこっちは天の川銀河ですね。天のの銀河のこの地球に聖なる領域を 築き上げるるそそんんな使命を持ってるんだそうです具体的にはこれからねより多くの人と実際に実際に出会うことででハートとつながってねハートの周波数でみんなとつながって融合してこうエネルギーフィールドを築き上げるこの地上に聖なる領域を築き上げるそれがね僕の使命なんだそうですよ。全く自覚はありませんけどね全く自覚はないですし全然僕にはもう 全然この会っっててくれまませせんんんけけどどねみんなねみなももう誰もやってきませんけど、ね、だけどそれが今後の使命らしいんですよ。なのでこの YouTube をねもう足がかりにそういう使命を果たさなきゃなんないのかなっていうふうになんとなく思ってきたんでもうぜひ皆さんチャンネル登録してない方もぜひチャンネル登録してくださいね。で僕ねこれびっくりしたのがちょっとこの一番下のところ見てくださいよ。これ北斗七星って書いてるじゃないですか。どうもねね僕僕ははの過去生は、ね 一番最初はアンドロメダがスタートなんですよアンドロメダ銀河でここはね天の川銀河で隣がねアンドロメダ銀河なんですよ隣ってだって相当遠いですけどねでアンドロメダからこの天の川銀河に入ってくるときにまず北斗七星に入り北斗七星からシリウスに入って木星に入ってそしてこの地球にやってきたんだそうですよそれは僕はもちろん全く覚えてはいませんけどねで 北斗七星。実はね、僕ね。去年ぐらいから。僕の体にね、北斗七星があるっていうことに。気づいたんです。ここですよ。これ見てください。この。七つの星がね。星じゃないか。ほくろが、この七つあるんですよ。これ北斗七星の形してますよ。これ。見えます。一、二、三、四、五、六、七、これ。北斗七星の形ですよね。これ。みんなに言うと。 えー、それマジックで書いたのなんていうふうに言われるんですけどこんなのマジックで書くわけないですよねこんなのねこれほくろなんですよ北斗七星でねお客さんこっからが大事なんですよいやこれまでの話だとおとぎ話じゃないのかチャネリングアンドロメダ大丈夫か頭お花畑じゃないのか思う方もねきっといるんだと思うんですよいや以前の僕はそうでしたからねでもねこのあとね 僕がこのことを信じざるを得ないような衝撃的な体験をするんですよチャネリングしてくれてる秋広さんがおもぶろに僕にハイヤーセルフが細江さんと繋がりたいって言ってますよ言い出したんですで僕はその言葉を聞いてねこう思いましたあーどうせハイヤーセルフは僕と繋がりたいって言ってるけど 僕自身の方に準備ができていないのでまだ繋がれないようですねって言われるのがオチだと思ったんですよ心の中ではですよなんで心の中ではね繋がれるもんなら繋げてもらおうじゃねえかってちょっとこうふて手された感じになってたわけですで言葉に出していやぜひ僕も繋がりたいですって言ったら秋広さんあ繋がれますよって言ったんですよで目の前にね テーブルの上に A4 のねこう用紙が置かれそしてシャープペンシルを渡されでその A4 の紙のど真ん中にこうやってまっすぐね杖のように垂直にこう突き立ててください。で肩の力を抜いて背骨をまっすぐにして目を閉じてくださいって言われましたそしていろいろねこう誘導されるんですよイメージを。例えば少しこう上を向いいてください 何かこう暖かい日差しポカポカした日差し暖かさ心地よさを感じてくださいみたいな感じでねそしてそのうちアーリエス僕のハイヤーセルフのアーリエスは美しい長い髪をした黄金のティアラをしていますイメージしてくださいでそのアーリエスが細江さんの中に入ってきて細江さんと一体となっていますそれを感じてください なんていうわけですよでそんな感じの誘導がね結構ね数分間続くんですよで僕の方は全くく腕がが動く気配がありりません当たり前でですすよよねももうピクリともしないわけですよあれこれどうなっちゃうのかなどうなっちゃうのかなってでずーっとだけどその数分間誘導続くんで誘導の通りイメージするんですけどえー、こんなんで腕動くわけないよなって心の中でずーっとね思ってるわけですよ。何これ何この時間と思って。 でそのうち明宏さんが「じゃあ今から音を出します」って言い出して「ん」とか「ん」とかいろんなこう音を出して「えっ!」僕はね心の中で「何何何これ」って「何これ大丈夫大丈夫」みたいな「動くわけないじゃんそんなこといくらやってって」って思ったんだけどもその音を聞いた途端に「す」う腕が動き出したんですよ。 こうねぐちゃ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 いろんな風に動いていくんですよもう結構長い時間動いてましたよびっくりしましたよだって頭の中では動くわけないと思っているんですよだから自分の意思とは全く関係なく自分の意思に反して勝手に本当に腕が自動的にいろいろと、ね、動き出したんですびっくりしましたね 53年間でもう初めての体験でです <laughs> 53年間でね自分に起きた出来事の中では本当にびっくりしましたもう理解できませんよねそんなのねで明らかに自分の意思とは違う動きをしたということはやっぱり僕の中にアンドロメダ星人がね間違いなく入ってきて僕をね操ったんですよいや絶対そうですよねでそのうち自分の意思とは関係なくいろ,いろ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 動かし出してそしてしまいにはね A4 の用紙からこうはみ出ていくんですよ、えー、はみ出ちゃったらテーブルに字書いちゃってなんか申し訳ないなと思ってるんだけど手は止まらないんですよ自動的にずっと置いて。でしまいにね今度そのテーブルがあるんですけどテーブルもええー、もっと行っちゃったらテーブルはみ出るじゃんって心の中で思ってるんだけど手止まらないんですよ。でついにはテーブルもはみ出たってええー、どうなるのどうなるのどうなるのっ思ってたらずっとテーブルはみ出てもずっとね右の方に動いていき。 で肘が伸びきったところでようやくさすがに止まりました止まりましたねで止まったんですけど腕動かないんですよそして今でもねこうやって腕を上げてるだけでやっぱり腕疲れてくるんですけどその時はね腕の感覚全然ないのでしばらくこの状態なんですけど何にも腕は疲れないもう感覚がないもうふわーっとこんとんか空間に空気に溶け込んでるような感じもう不思議な感じでしたよ不思議な体験でした ここれれちょっと見てくださいいそのの時書いたのがこれなんですでその体験が不思議な体験が終わった後に僕当然聞いてみました「これどんなことが書いてあるんですか?」っ言ったら明宏さんが「いやこれには意味がないです」って言ました「<laughs> これ練習です」って言われました。<laughs> えじゃあこれしばらく練習したら明宏さんと同じようにこうやって宇宙文字僕も書けるようになるんですか 聞「いてみたらいや書けるようになりますよ」うん「2年ぐらいかな」とか言いましたね「<laughs> 2年間さすがに練習しないよな」と思っていや僕ね結構ね疑り深いんですよ。なので根拠がないその「チャネリング」だとか「宇宙人かとか「アンドロメダ」とかねあんまりねそういうのね信じてなかったし受け入れるつもりなかったんですよ。でもね実際に自分に起こってしまった出来事はこれやっぱりね自分に起きた出来事は自分にとってやっぱり真実なんですよ。 僕の意思と関係なく手手が勝手に動いてしまったこれはやっぱりね何者かが僕に乗り移って僕を操ったとしか思えないんですよ動いたのは事実ですからねもう僕はね受け入れましたねあそうかとこれまでの人生の中で僕のハイヤーセルフアンドロメダのアーリアスがいつでも見守ってくれてていつでも導いてくれてたんだなだから僕ねこれまでこう瞑想状態になった時に突然降って湧いたような直感に助けられたこと何度もあったんです。 普通の意識だったら絶対に思い浮かばないし普通の意識だったら絶対にそんなことやったら絶対にうまくいくはずないって思ってるようなこと突然直感で浮かんできてだから理由も根拠もないのにその直感に従ってみると100%うまくいくいんですよあこれは高次元の存在ハイヤーセルフのメッセージだったんだなふうに落ちましたね。なので秋弘さんにこう聞いてみたんですよね。 実際にねハイヤーセルフがいつでもいることが分かりましたと手が勝手に動いたことで僕は本当にねそれはもう本当に腑に落ちましたなのでこれからもっとハイヤーセルフに頼った方がいいですよねじゃあ黒田さんはいえいえハイヤーセルフに頼る必要ありませんよあなたがハイヤーセルフそのものなんですよあなたがアーリエスそのものなんですよあなたは アーリエスそのものだと思ってこれから生活してくださいそうすると何でも想像できるはずですよすごくないですかそうと思ってすごいもうなんかこう高揚しちゃって僕は今日からアーリエスです皆さん僕のことはもうアーリエスと呼んでくださいアーリエスアーリエスいや今回の体験で僕は本当にね今まで以上にものすごく視野が広がりました 僕の魂のね、源は地球以外のところにあったんだ。これ言われてみたらね、当たり前のことなんですけどね。だって地球ってね、46億年前に誕生したわけじゃないですか。宇宙は138億年前に誕生したんです。じゃあね、地球の前の僕たちの魂はどこにいたのかですよね。地球にいなかったんですよ。地球以外のもっと古い惑星、古い銀河に僕たちの魂はいたはずなんですよ。 で僕の場合はアンドロメダあなたもそうかもしれませんよ天の川銀河ここは天の川銀河ね天の川銀河からスタートした人ももちろんいるらしいし他にはマゼラン星雲の人もいるらしいですよいや今までは僕は本当に何をバカなこと言ってるんだみたいな風に思ってたんですけどだけどそれを受け入れることで本当にねなんかここ視野が広がってすごい楽になった感じがするんですよねだとするとねその 地球以外のいろんなところでみんなそれぞれいろんな体験をした来た人たちが今この地球にみんな集まってるわけ。だとすると地球だけのね価値観地球だけの常識だけで判断できないわけじゃないですか地球の常識だけでみんながね判断しようとするんでみんながやっぱり悩み苦しんでるんだなって。 だってみんなそれぞれれ地球以外のところろででいんんな体験してきてきるんですからそれを地球の常識だけで一括りにしようとしてその中で生きようとするからもう僕もみんなも悩んだり苦しんだりするんだなというのがすごく理解できましたね。そんんなな必要ないんだというふうに思ったわけですも。もっともっとなんかこう自由にもう地球のね地球の価値観や地球の常識にとらわれずなんせアンドロメダですからアンドロメダアリスですから。 もうなのでもっと自由にねもっと楽しくどん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 情報を発信していきたいなというふうに思いましたなんとこのチャネリングチャネラー秋宏さん次回登場しますよ皆さんに紹介します秋宏さんとねもう対談したんですよめちゃめちゃ楽しかったですもうこの時ね情報満載でしたからねこれもう本当にね本邦初公開でこれもうどこにも出てない情報です もう絶対にね、こんなのはどこの本調べても出てこないもう真の宇宙の姿が分かりますからこれ何回かに分けて皆さんにお届けしようと思ってます是非楽しみにしてくださいなので皆さんチャンネル登録してない方ね是非チャンネル登録してくださいね今日も最後までご覧いただきありがとうございましたせーのオムシャンティ